動画をご視聴いただきありがとうございます。高瀬俊介です。今回のテーマは、あの人のあなたに会いたい気持ちは今どれくらいなのかというテーマで、あなたがですね、今気になっているお相手の方は今ね、あなたにどれくらい会いたい気持ちがあるのか、まあ、ものすごくね、こう会いたいのか、それともね、まあ、会いたいけれどもまだ会えないとかね、絶対会いたくないとか、いろんなね、感じはあると思うんですけれども、まあ、どれくらいですね、あなたに会いたがっていらっしゃるのかというのをですね、リーディングを通じて見ていきたいと思います。はい、今回も3択リーディングということで、カードを3種類ご用意させていただきました。選択肢としては左から A、B、C とさせていただいておりますけれども、それぞれのね、カードについてお伝えしていきます。まず A のカードですね。 A はこちらの南の魚座のカードになっております。こちらが A になります。はい、続いて B ですが、 B はこちらのアルゴ座のカードになっております。こちらが B になります。はい、そして最後ですね、C になりますが、こちらの子グマ座のカードになっております。はい、何か気になるものをお選びいただければと思います。はい、それではカードをお選びいただく時間10秒ほど、取りたいと思いますので、直感でカードをお選びください。それではどうぞ。はい、カードをお選びいただけましたでしょうか。それでは各動画のタイムテーブルについては、この動画の下の概要欄に詳細を記しておりますので、そちらをご確認いただけますと幸いです。はい、それでは本日もよろしくお願いいたします。それではですね、まずはじめにこちらの南の魚座のカードですね、もしくは A をお選びいただいた方のカードをリーディングしていきます。では早速ですね、カードのオープンからしていきます。はい、今回ですね、あの人のあなたに会いたい気持ちは今どれくらいなのかということでね、あなたが気になっているお相手の方は今ね、あなたにどれくらい会いたがっていらっしゃるのかっていうのを見ていきたいと思います。はい、今回ですね、そのお相手の方の気持ちを、まあ、5段階評価でね、表していこうかなというふうに思っておりまして、まずね、その一番低いところに関して言うと、あなたにはもう絶対に会いたくないというところですね、これがまあ一番低いところになりますね。その次ですね、上の段階としては、まだ会う気には慣れていない、あなたにね、会う気には慣れていない。で、その次ですね、3番目に関しては、まあ、会っても会わなくてもどちらでもいいというところですね。はい、そして4段階目は、あなたに会いたい気持ちがある、まあ、この辺から会いたがっているということになるのかなと思います。そして最後、一番ね、高い評価としては、めちゃくちゃあなたに会いたいということで、まあ、この5段階でね、見ていきたいと思います。はい、でですね、カードといたしましては、上のカードがお相手の方のそのあなたに会いたい気持ち、今の5段階ですね、でどれくらいなのか、そして下のカードは実際にあなたに会いに来てくれるのかどうかというのを表すカードになっています。はい、ではですね、早速出たカードを見させていただきます。はい、はい、ではですね、早速リーディングをしていきたいと思います。まずはじめにですね、今回出た結果を見させていただいたところで言うと、そうですね、先ほどの5段階評価で言いますと、まあ、上から2番目、まあ、4段階目のですね、あなたに会いたい気持ちはあるのかなというふうに思います。ですので、まあ、会いたがっていらっしゃると思います。で、お相手の方の中では、その会いたい気持ちですね、あなたともう一度こう会ってね、まあ、いろんなところに行きたいとか、いろんなお話をしたいとかね、そういった気持ちはあると思うんですが、それはね、この気持ちを、まあ、行動に移せるのかどうかっていうと、それがね、もう少し時間はかかってしまうのかなというふうに思います。会いたい気持ちはすごい高まっているんだけれども、実際にはまだ会いに行けないというような、そこにね、お相手の方もちょっとこう悩んでいらっしゃるというかね、まあ、仕方がないのかなというふうにも思いつつも、どこかこう寂しさと言いますかね、あなたと同じような気持ちにもなっていらっしゃるんじゃないかと思います。はい、ですのでね、このあたりそれぞれのカードを見ながら詳しくお伝えしていきたいと思います。
はい、まずですね、上のカードを見ていきたいと思います。まあ、こちらはね、お相手の方があなたに会いたいという気持ち、今どれぐらいあるのかということで、まあ、会いたがっているというふうにね、先ほどお伝えさせていただきました。まずはね、それを表すカードから見ていきますが、こちらですね。はい、このカードはですね、カップのページというね、カードになっております。まあ、このカードはすごくこう純粋なね、気持ちを表すカードになっておりまして、まあ子供が写っていますけれどもね、子供のような純粋な気持ちをあなたに向けているという意味のカードになります。ですので、まあ会いたい気持ちもそうですし、あなたを好きという気持ちに関しても、まあ純粋なね、気持ち、まあ嘘偽りとかはなくてね、本当に心からそう思っていらっしゃるということですね。でこのカードの意味の中には愛の始まりというね、意味のカードもありまして、まあ、新しくね、あなたと愛を始めていきたい、まあ、恋の始まりですね、を、まあ、期待していらっしゃる、ワクワクしているということですね。なかなか会えていない時期が続いているのであれば、もう一度ね、こう会えるようになって愛を育んでいきたい、まあ、そういったね、お気持ちを、まあ、あなたに向けていらっしゃるということですね。あとはね、この信頼関係を築くという意味も含まれていますので、まあ愛だけでなく、まあそういった絆の部分でもですね、まあしっかりと、まあ深い仲にね、なっていきたい。まあその気持ちを表すカードが出ているので、まあ会いたいという気持ちはあるのかなというふうに思います。で、他のカードですね、その、今ね、見てきたカード以外のところが、まあ、あなたに会いたいという気持ちというよりかは自分に向けたお気持ちが出ているんですね。お相手の方がご自身に向けている気持ちが出ているわけなんですが、まずこちらから、これはですね、ペンタクルの3という、ね、カードになっています。このカードなんですけれども、まあ、持っている意味からお伝えすると、進歩っていうね、意味のカードで、まあ進化とかもね言いますけれども、まあ、自分自身をね成長とか発展させていきたいっていうお気持ちなんですね。だから上を目指す気持ちですね。向上心とか、もっともっとこうね、何かこう高い位置に立ちたいとかね、成果を獲得したいとか、まあ、そういった意味のねカードになっています。だからもっとこう自分をね高めていかなくてはっていうことで、まあ何でしょう、この勉強のようなものにね、こう打ち込んでいらっしゃる、なんかこう必要なスキルを身につけようとしたり、まあ目の前のね自分に任された、まあなんでしょうね、お仕事であったり、任務であったりね、それをこうこなそうとしていたりね、まあみんながこう帰っている中も一人残ってコツコツと努力を続けていらっしゃる、そういったね、状況を表すカードになります。まあ、自分の任されていること、期待されていることを必ず成功させたい、まあそういったねお気持ちも表すカードですので、まあ実際にねそこで成功をつかんでから、あなたと会いに行こうというふうに思っていらっしゃるんじゃないかなと思います。まずはこの自分の成長が先だというかね、自分の今抱えているものを成功に導く、それがね、一番こう今のお相手の方には第一優先になっているんじゃないかなと思います。もちろんその中であなたに会いたいという気持ちは持っていらっしゃるんですけどね。で続いてこの真ん中のカードを見ていきます。はい、このカードはですね、ワンドの10というね、カードになります。まあ、このカードも努力は続くというね、まあ、キーワードを持つカードなんですけれども、まあ、努力を続けていらっしゃるということですね。まあ、先ほどの成長のための努力っていうのもそうですし、まあ、問題解決に向けての努力とも捉えることができます。でここですね、まあ、後ろ姿に、何でしょう、この木のね、杖ね、これがワンドなんですけれども、を、まあ、抱えている人がね、肩にこう背負っている様子が描かれていると思いますね。この背負っている杖ですね、ワンドというのが、まあ、この人がね抱えている問題や課題を表しているわけですね。だから一つの問題ではなく、まあ複数のね問題を抱えていたり、一つの問題かもしれないけども、それがこうずしっとね今お相手の方にのしかかるような、そういうものを今抱えていらっしゃるわけですね。でこれを乗り越えていかなくてはいけないという、まあ、場面に差し掛かっていて、それを実際に乗り越えるための努力ですね。問題解決であったり、トラブル対処であったり、まあ、あとは自分に任されたですね、責任を果たすであるとかね、約束を守るであるとか、
まあ、期待に応えるというのもそうですね。まあ、とにかく今背負っているものがあり、それをね、まあ、なんでしょうね、こう、まあ、下ろすというわけではないですけれども、背負っているものがある中でね、必死に自分を成長させようとしていらっしゃるということですね。うん、ただこれだけ多くの問題を抱えていても前に進もうとしているっていうのは、その先にね、あなたと会える日を信じていらっしゃるからだと思うんですね。うん、ここを乗り越えればあなたとまた会える、そう信じて日々努力を続けていらっしゃるのかなということですね。だから、まあ、会いたいという気持ちはあるのかなと、まあ、会いたがってはいらっしゃるというのと、まあ、あなたと会うということが今のね、お相手の方にとってもしかしたらこう苦しい状況を、まあ、耐え続ける、まあ、モチベーションといいますかね、うん、やる気につながっているんじゃないかなと思います。はい、そして最後のこのカードを見ていきます。はい、こちらはですね、お金の憤りを、まあ、手放す、まあ、お金へのですね、お金への憤りを手放すという意味のカードになります。はい、まあ、このお金への憤りというのはですね、まあ、とにかくお金のために今動かなくてはいけない、状況に、まあ、なんでしょうね、こう腹が立っているというかね、苛立っていらっしゃるのかなと、まあ、憤りを感じていらっしゃるのかなということですね。うん、まあ、本当は愛のためにね、あなたとの愛のために、まあ、時間であったりね、いろんな自分のエネルギーを使っていきたいんだけれども、全てね、その時間やエネルギーというものをお金に注がなくてはいけない、うん、ということなんですね。そこに憤りを感じている。例えばお金を稼ぐこともそうですし、まあ、お金を返すことですね。まあ、例えば借金とか何か支払いとかね、ローンとかもあるかもしれません。そのお金を支払うために日々のこの自分の時間を、まあ、こう捧げなくてはいけないとかね、うん、まあ、あとはですね、まあ、別の角度から言いますと、より多くのね、その、まあ、お金といいますか報酬を得るために今、うん、いろんなね、努力をしなくてはいけないとかね、今の経済的な状況だと、まあ、あなたとのね、恋愛を続けていくには難しいということから、よりね、まあ、豊かになるために今は全てのことを犠牲にして、その収入というかね、報酬を増やす、ために動いているとかね、うん、時間を費やしているとか、うん、そうですね。まあ、あとはより良い収入を得るために今活動をしているとかね。例えば、まあ、これから新社会人になろうとしている人だったらば、まあ、なんでしょうね、この、まあ、就職活動とかもその報酬を得るための活動になるのかなと思いますし、まあ、転職活動もそうだと思いますし、まあ、あとはね、そういった何かにこう属することなくね、活動していらっしゃる方であれば、より安定した収入を得るために今は、まあ、本当はあなたとの恋愛をしたいけれども、まずはそっちを手にしないとあなたとの恋愛をね、続けていけないということから、全てを犠牲にしてそちらにね、時間を費やしている、エネルギーを費やしている、うん、だから早くこう今のね、お金に縛られているような、まあ、生活といいますかね、うん、状況から抜け出したいというふうに思っていらっしゃるのかなということですね。だからこの抱えていた問題とかトラブルっていうのも、もしかしたらお金にまつわることなんじゃないかなとも思います。うん、まあ、それをね、早く手放せるように日々こう自分を磨いていらっしゃるといいますかね、努力を続けていらっしゃるっていうのがまずは読み取れました。うん、まあ、その中でもね、何度もお伝えしている通り、あなたに会いたいという気持ちは日に日にこう高まっているのかなと思います。はい、で、実際にですね、じゃああなたに会いに来てくれるのかどうか、それともね、まあ、あなたから会いに行った方がいいのかっていうことで、下のカードを見ていきます。まずね、あなたから会いに行くっていうのは、あまりいい方法ではないのかなというふうに思います。まあ、お相手の方もね、まあ、あなたにね、こう、まあ、自信を持った姿を見せたいというかね、うん、まあ、あなたに会う時にはこうなんでしょうね、頼もしい姿をでね、あなたに会いたいというふうに思っていらっしゃる中で、まだね、問題を抱えていらっしゃる、まあ、自分のことに専念したいというお気持ちがある中で、まあ、あなたに、まあ、あなたからね、お相手の方に会いに行ったとしても、それは嬉しい気持ちはあるんだけれども、どこかこう喜びきれない部分があるんじゃないかなと思うので、まあ、あまりね、こうあなたから会いに行くっていうのは、得策ではないのかなとは思います。うん、で、まあ、実際にね、まあ、会いに来てくれるのかどうかっていうと、まあ、会いにはね、来てくれるとは思いますが、冒頭でもお伝えしたように少し時間はかかるのかなと思います。まずはこちらのカードから見ていきますが、はい、
このカードトランスフォーメーションというね、カードになりますが、まあ、進化とかね、変容というねカードになりますけれども、まあさなぎがね蝶に成長する、まあ、進化するようにね、お相手の方も何かこう一皮も二皮もね、向けて成長して、まあ、進化しようと思っていらっしゃるわけですね。まあ、それが先ほどのね、このお金に縛られた状態から解放された自分を表しているんじゃないかなと思います。だからそういった進化した姿になってからあなたに会いに行こうというふうに思っていらっしゃるのかなということで、まだこう進化の何でしょうね、途中段階にいらっしゃると思います。そして次このカードを見ていきますが、これはですねフロー、まあ、流れというね流れるというカードになります。まあ、じっとねこうその場に立って、まあ、あなたにこう会いに行けるようなねその流れが来ることを待っていらっしゃるわけですね。まだこう流れとしては良くないのかなと、問題を抱えている中であなたに会いに行っても、まあ、あなたがね先ほどこう会いに来てくれても喜びきれないっていうのがあった通り、今のね問題を抱えている状況の中であなたと会ったとしても、どこがこうねあなたと一緒にいる時もあなたとのことではなくて、その自分の抱えている問題のことばっかりがこう気になって上の空になったりね、なんかこううまく笑えなかったり、まあせっかくねあなたに会っているのになんかこう楽しめなかったり、そういったね状態になってしまうんじゃないかなと。だからもっとねこう、いろんなね問題がこう晴れてね、純粋にねあなたと向き合える、まあ先ほどもありましたけどね、向き合えるようになってからあなたに会いに行こうと、まあ、そういったこう流れをね今待っていらっしゃるという状況なのかなということですね。まあ、あなたに会いに行っていいタイミングを待っているということですね。でもう一つ似ているカードが出ているんですが、こちらのカードはヒグマの、ね、スピリットのカードになっています。でこのカードテイクタイムアウトというね、メッセージを持つカードになります。まあ、休息を取りましょうというカードですね。だから今はちょっとこう、まあ、休息というかね、あなたとの関係においてはちょっとこうまあ何でしょうね、お休みというわけではないですけれども、まだねこう実際に会えるような準備が整っていないということですね。まあ会えなくはないんだとは思うんですけれども、まあ先ほどもお伝えした通り、心からねあなたとの時間を楽しめないっていうところに、まあすごくこう、お相手の方としては気になっていらっしゃるんじゃないかなと思います。なんかその楽しめていない自分をあなたに見せてしまうことで、なんかこう変な誤解をね、招いてしまったり、まあそれがきっかけでね、もしかしたら関係が悪くなるかもしれないみたいなね、まあそういったちょっとこう気を使っていらっしゃる部分もあるのかなというところから、まだねちょっとこう、会うということに関しては気持ちはあるんだけれども会いに行けないというようなね、ところがまあ本音なんじゃないかなとは思います。はい。そして、最後ね、このカードを見ていきますが、はい、こちらのカードはシンプリシティというね、カードになります。まあ、シンプルにというカードなんですけれども、まあ、見ていただきますとね、まあ、ここにユニコーンがいますけれども、その周りというのはすごくこうなんでしょうね、こうシンプルというかね、何もこう散らかっていない、すごくこうクリーンな状態ですね。まあいい意味で何もない状況ですね。だからまあいろいろねこう自分の身の回りで、まだ片付いていないものですね。だからまあこう散らかった部屋とかをねこう想像していただけたらなと思うんですけれども、今お相手の方としてはそういう状況にいらっしゃるわけですね。だから少しずつ身の回りをねこう片付けていって、で、まあ、あなたをこう招き入れられるようなね、状況にしてからあなたと会いたいっていうふうに思っていらっしゃるわけですね。あれもこれもいろいろね気になることが今たくさんあるがゆえにですね、あなたにはまだこう会えないね。まさにこう家に招き入れる時と同じですね。部屋が散らかっていたらなかなかねこう特に好きな人だったらねこうそういった散らかっているところをね見られたくないのと同じようにですね、今その一つずつね、周りのことを、まあこれは問題になっているのかもしれないですけども、問題とかトラブルを片付けていらっしゃる状況ですね。でそれがきちんと片付いてからあなたに会いたいと、いうふうにね思っていらっしゃるというのが、下のねカードとしてはまあかなりこう一貫した
気持ちとして現れているところがありますので、まあ、会いたがっていらっしゃるというところはね、まあポジティブに受け取っていただいて、もう少しね、その準備というものが必要だというふうに感じていらっしゃるので、まあ、実際に会えるのは少し先にはなるのかもしれないですけれども、必ずね、会いに来てはくださるんじゃないかなというふうに思います。はい、ということで、こちらですね、はい、南の魚座のカードですね、もしくは A をお選びいただいた方、お疲れ様でした。今回の動画が少しでもお役に立てれば幸いです。まあ、今回ですね、全体に向けたリーディングとなっておりましたが、もしね、何か特定の方とのお悩みであったり、あとはなかなかね、人には相談しにくいこととかもあると思います。まあそういった方に向けて、現在個人鑑定を行っておりますので、もし興味のある方は、この動画の下の概要欄をご覧いただけますと幸いです。はい。それでは、今回ですね、最後までご視聴いただきまして、ありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。それではですね、次にこちらのアルゴ座のカードですね、もしくは B をお選びいただいた方のカードをリーディングしていきます。では早速ですね、カードのオープンからしていきます。はい、今回はあの人のあなたに会いたい気持ちは今どれくらいということで、まあ、あなたがね、気になっているお相手の方があなたにね、どれくらいの、まあ、こう会いたがっている、まあ会いたいという気持ちがあるのかどうかというのをですね、見ていきたいと思います。はい、でこちらのカードが出ました。で今回ですね、そのお相手の方のあなたに会いたい気持ちをですね、まあ、5段階評価で、見ていこうと思います。でまずね、一番低いところで言いますと、あなたにですね、この絶対に会いたくないと思っている気持ちですね、これが一番低いところになりますね。その次、上の段階としては、まだあなたには会う気には慣れていないということですね。これが2段階目、そして3段階目に関しましては、まあ、会っても会わなくてもどちらでもいいという状態ですね。で4番目が、まあ、会いたい気持ちはある、まあ、この辺から会いたがっているというふうに言えるのかなと思います。で5番目がめちゃくちゃあなたに会いたいと思っているということですね。まあ、それを踏まえてね、カードを見ていくんですが、まず上のカードがそのお相手の方のあなたに会いたい気持ちが今どれくらいなのかっていうのを表しています。で実際に下のカードは、実際にあなたに会いに来てくれるのかどうかっていうのを表すカードになっています。はい、それを踏まえてですね、早速出たカードを見させていただきます。はい、はい、ではですね、早速見ていきたいと思います。まずはじめにですね、今回出た結果を見させていただいたところで言うと、そうですね、先ほどの5段階で言いますと、まあ、あなたに会いたい気持ちとしては一番上のめちゃくちゃ会いたいっていうところになっているんじゃないかなと思います。うん、だから本人の気持ちとしても今すぐにでも会いたい、まあそれはね、このベリースーンというところが出ているわけなんですけれども、うん、すごくね、こう会いたいという気持ちはあるけれども、それを何かこう阻止するような事態に今いらっしゃるというかね、まあ現実が今目の前にあるせいで、なかなかそれが実現できないのかなとも思います。まあこのあたりですね、それぞれのカードを見ながらですね、詳しくお伝えしていきたいと思います。まずね、上のカードから見ていきます。こちらはですね、お相手の方がですね、あなたに会いたい気持ちどれくらいあるのかっていうことなんですが、まずはこちらのカードから見ていきましょう。はい、このカードですね、カップの5というね、カードになっています。これがね、お相手の方があなたに会いに行くっていうことを、まあ、ね、何でしょう、こう阻んでいるというかね、阻止している事態を表すカードになっています。でこのカードの意味の中に、取り返しのつかない事態であるとか、何かこう喪失というね、意味の意味が含まれています。うん、だから、まあ、お相手の方としてはもう何でしょう、こう本当にこう取り返しがつかないというかね、うん、かなり苦しいですね、現実が今目の前にあるのかなと。まあ、あとは喪失ということで、お相手の方にとってのすごくこう大事に思っていたものが失われてしまった、うん、損なわれてしまったということですね。うん、それによって何でしょう、こうすごく落ち込んでいらっしゃると言いますかね、ショックを受けているという意味のカードになります。だからこの事態さえ発生していなければ、まあ、すぐにでもあなたに会いに行こうという気持ちがあるがゆえにですね、まあ、会いに来
着ていらっしゃったんだと思うんですけれども、これがね、まあ、お相手の方のその何でしょう、動きを止めているというか、うん、実際に会いに行けなくさせている事態が今訪れているということですね、うん、で次にこのカードを見ていきます。はい、まあ、これはね、あなたに会いたい気持ちを表しているのかなと思うんですが、カップのナイトというねカードになります。まあ、このカードは気持ちを伝えるという行為をね、表すことが多くて、まあ、告白するとかね、プロポーズをする、だから自分の気持ちを相手に伝えるというね意味のカードになります。ですので、まあ、あなたに会ってですね、その自分の気持ちを伝えたい、ね、まだそのお付き合いをする前であれば告白をしたいとかね、まあ、お付き合いをしているのであればプロポーズとか、まあ、それ以外にもまあ愛情表現とかね、うん、自分の気持ちを見せるということですね、うん、まあ、あとは、まあ、あなたがね先にお相手の方に対して気持ちを見せていた場合ですね、うん、まあ、好意を伝えている場合だと、それに対するお返事をね、うん、あなたに直接伝えようというふうに思っていらっしゃるということですね。だから本来だったらば、この事態が発生していなければあなたに会いに行ってね、うん、まあ、これそれこそまあ馬に乗ってではないですけれども、実際にあなたのところに向かって気持ちを伝えようというふうに思っていたわけですね。だからその気持ちは今もあるとは思うんですけれども、それを今できなくさせるような、うん、事態が発生してしまった、うん、何かこう大切なものを失ってしまったり、うん、危うくなっているようなね状態なんじゃないかなと思います。うん、まあ、そのせいで、まあ、実際にこう身動きが取れなくなっているのではないかなと思うんですけれども、その中でねお相手の方としてはこちら、はい、このカードはですね、吊るされた男というカードの逆位置になります。まあ、本来ね、吊るされた男、正位置はこんな感じでね、まあ、足を縛られて吊るされている様子がわかるかと思います。まあ、この吊るされている時というのはね、まあ、やっぱこう自分の、まあ、自由が利かないとかね、身動きが取れない状況を表すわけなんですが、逆位置になりますとね、まあ、依然としてその身動きが取れない状況は変わらないんだけれども、ここね、こう頭の後ろにですね、なんかこう光がね差し込んでいます。これはこの動けない状況を抜け出すにはどうしたらいいのかってい う, こうアイディアを考えているわけですね。正位置の時にはもうね、何をしてももうダメだから、もう抵抗しない、もうありのままこう受け入れているということですね。身動きが取れないのは苦しいけれども、もうそれは仕方ないということで、もどこかこう諦めている状況ですね。けれども逆位置の時は、何とかしてここから抜け出せないかっていうね、こう抵抗しようとしたり、まだ諦めていないということを表すカードになります。ですので、取り返しの事態、つかない事態が起きてすごくショックは受けているんだけれども、いつまでもこうショックを受けたままでは実際にあなたにも会いに行けないから、なんとかねこの状況を乗り切る方法はないだろうかっていうことを、まあ、こう苦しみながらも考えていらっしゃる、うん、そういう状況なんじゃないかなと思います。これはやっぱりそのあなたに対してのこう会いたい気持ちがすごくこう強いからこそ、諦めずにね苦しい状況も立ち向かっていけるんだと思うんですね。逆にここであなたに会いたいという気持ちがそこまでないんだったらば、もうね、まさにこの吊るされた男の正位置のようにね、もう別に動けなくてももう仕方がないみたいなね、もう諦めているというかね、もう無抵抗な状態になると思います。うん、けれどもその逆境すらも乗り越えていこうとするぐらいですね、あなたに会いたいという気持ちはお相手の方の中で、まあ、やはり強いんじゃないかなというふうに思います。うん、はい、で次ですね、こちらのカードを見ていきます。このカードはですね、Focus on your priorities というね、カードになります。うん、まあ、priority というのは優先事項ですね。だから自分の優先事項にフォーカスを当てる、まあ、集中するということで、まずは自分のことに、集中するということですね。自分の中での優先事項。うん、だからまあ自分に関わることを先に済ませようというふうに思っていらっしゃるわけですね。これはあなたに対してもそう思っていらっしゃるのかもしれません。今は2人の関係に対してのね、何かこう行動を起こすというよりかは、それぞれが自分のことをやろうと、うん、いうふうに思っていらっしゃる。でお相手の方も実際に今ね、あなたに対して本当は会いに行きたいんだけども、会いに行けない状態になっているから、その中でできることに全力を尽くすということですね。まずは自分のその目の前の
悲惨な現実を少しずつこう立て直していくということですね、うん、そうしないといくらね気持ちだけが高まっていても実際に会えない状態が続くのはやっぱこう辛いから、その辛い状況をね一日でも早く終わらせるためにまずは目の前の自分のことをやっていこうというふうに思っていらっしゃる。だからまあその間ですね、あなたもまあお相手の方に関わることではなく自分自身のことをやっていてほしい、やって過ごしていてほしいというふうにね思っていらっしゃるというカードになります。はい、うん、で、実際にですね下のカードを見ていきたいと思います。こちらはですね、まあ あなたにですねこう会いに来てくれるのかどうかということなんですけれども、まあ会いに来てくれはすると思います。なぜならば伝えたいものがあるからですね。あなたにはしっかりと見せたい気持ちがある、伝えたい思いがあるということですね。それは、なんかこうね、こう今は連絡手段がかなりこういろいろねありますけれども、自分の口でというかね、うん、自分の行動で直接あなたに伝えたいというふうに思っていらっしゃるわけですね。だそのためにはやっぱりあなたに会わないとそれは伝わらないんじゃないかということで、まあ、会いたいと思っていらっしゃると思いますし、実際に会いに来てくれると思います、うん、それぞれ見ていきますが、まずはこちらから、はい、これはですねベリースーン、まあすぐにということですね、まあ、とてもすぐにというねカードで、まあ、一刻も早くねあなたに会いに行きたいというふうに思っている気持ちを表します、うん、もう本当に、うん、1日でも1時間でも1分でも早くね、あなたに会いに行けるように、ね、今はこう自分の、ね、目の前のことを今取り組んでいらっしゃるわけなんですが、うん、とにかく早くあなたに会いたいという気持ちが、まあ、このカードからは強く伝わってきます、はい、で次ですね、こちらのカードを見ていきますが、はい、このカードはグラスホッパーですね、バッタのスピリットになります。うん、まあ、バッタというのは、まあ、このピョンとねこう飛び跳ねる、まあ、何でしょう、虫といいますかね生き物になりますけれども、まあ、これはチャンスに飛び込むということを表していたりもします、うん、だから自分がこう思い切ってね飛び込むことでチャンスがつかめるという意味のカードになっていて、まあ、そのチャンスをねつかむために、まあ、リスクは負いましょうというね意味のカードになります。リスクを恐れていてはチャンスがつかめない、多少のリスクを負ってでも行動をするべきだっていうことを表すカードになります。ですのでまだねちょっとこうリスクの方が大きすぎてというかね、うん、目の前の事態が悲惨すぎてお相手の方あなたに対して会いに行けてはいないのかなと思うんですけれども、多少のねリスクを犯してでもやっぱあなたに会いに行きたいということですね。だからそれぐらい早くあなたに会いたがっていらっしゃるわけですね、うん、だから問題が全て解決してからっていうね、そうなるとすごい先になってしまうかもしれないですけれども、ちょっとでもまあこの身動きが取れるような状態になれば多少のリスクがあったとしても、うん、あなたに会いに来てくれるんじゃないかなと思います。それこそまあこうバッタがピョンとねこう飛び込むようにね、うん、あなたのいる場所にいいですね、まあ、本当にこう少しの時間かもしれません、もしかしたらねリスクを犯しながらなので、けれどもその少しの時間でもやっぱあなたの顔を見たい、あなたの表情を見たい、あなたに触れたいというお気持ちがあって会いに来てくれるんじゃないかなと思います。はい、で、まあ、これがまあ、どちらかというとこう会いたい気持ちを表していて、この2つのカードはまたねこの目の前の現実に関することなのかなと思うんですが、まずね一つ目はこちらですね、はい、これはスタンドスティルというねカードになっています。まあ、立ち止まるというカードなんですけれども、うん、だからまだ立ち止まっていなくてはいけないわけですね。まあこう多少のリスクをね、犯してでもあなたに会いに行きたいっていうお気持ちはあるわけなんですけれども、さすがにまだ危険すぎるというふうに感じていらっしゃるわけですね、うんうん、そこまでの危険を犯すとね、それこそお相手の方の、ね、身に何かこうね、もっとこう大変なことが起きてしまったり、今の状況をより悪化してしまうと、それこそね、まあ極端な話も一生あなたに会えなくなってしまうっていうところもあるので、うん、もう少しねちょっとこう様子を見ながらですね、今は立ち止まっていらっしゃるということですね。
まあ、勇気を持って飛び込んでは来てくれると思うんですけれども、さすがにこう危険度が高すぎる状態だと、ね、そこに飛び込むというのはね、かえってあなたに会えなくなってしまうということにもつながるので、まだ立ち止まってはいらっしゃるということですね。だからもう少しこう安全な事態になってから、その時にまあ多少リスクがあっても飛び込もうと、あなたに会いに行こうとは思っていらっしゃるわけですね。で、こちら、はい、このカードは Win or Lose というねカードになっていまして、まあ Win というのは勝つ、まあ Lose は負ける、まあ勝ち負けというカードなんですが、まあ勝敗をつけるとかね、決着をつけるという意味のカードになります。ですので、まああなたにねこう会いに行く前にできれば何かこう決着をつけておきたいことがあるわけですね。まあその取り返しのつかない事態を、まあ、今ねこうすごくこうショックを受けていらっしゃるっていうのがありましたけれども、まあそれぐらいねお相手の方にとっては辛い出来事があったわけですね。だからそれがまあ、まあお相手の方にとって負けているっていう状態だったらば、少しでもねこう形勢を逆転できるようにしておきたいということですね。なんかこう次につながるような希望を持てるような展開になってから、できればあなたには会いに行きたいなというふうに思っていらっしゃる。だから少しでもなんかこう元気になった姿をあなたに見せたいっていうお気持ちがあるのかもしれないですね。すごくこう落ち込んだままのあなたに、落ち込んだままの姿であなたに会ったとしても、かえってこうあなたに心配をさせてしまったりね、なんかこうよからぬですね疑いを持たれてしまうかもしれないので、まあ、なるべくちょっとこう元気になった姿であなたに会いに行きたい。そのためにはまあ決着、できればこのウィンですね、勝ちをつかんであなたに会いに行きたいというふうに思っていらっしゃるのかなということですね。まあ、なので、まあ、すごくこう会いたい気持ちというのはかなり高いと思います。あとはね、状況がそこに追いついてくればもう本当にね、すぐにでもあなたに会いに来て、くれるんじゃないかなと思うんですけれども、かなりのその逆風が吹いてしまっているわけですね。多少のリスクでもリスクがあってもあなたに会いに行こうと思っているお相手の方すらもちょっとこう動かさせないぐらいのね、とてつもないこう逆風が吹いてしまっている、という状況だと思いますので、少しこの逆風が収まってきたらまたあなたに会いには来てくれると思います。ですのでね、先ほどもありました通り、まあ、それまでの間はね、おのおのが自分のやるべきことに取り組んでいてですね、まあ、2人がこうまた会えるようになった時にはよりね良い状態で会えるようにしようよというふうに、まあ、お相手の方としては思っていらっしゃるのかなというふうに思いますので、まあ、この時間をね、むしろこう有効活用する気持ちでね、あなた自身も今だからこそできることをですね、今だからこそやっておくべきことを、まあ、見つけてね、それに取り組んでいた方がいいと思います。なんかこうお相手の方に会えるようになってからそれを取り組んでいるようでは、せっかくね会える時間とかがもしかしたら限られるかもしれないので、その限られた時間を取り逃してしまうっていうことにつながる可能性もあると思います。そうならないためにね、今だからこそできることをやっておいた方がいいと思います。はい、ということで、こちらですね、はい、アルゴ座のカードですね、もしくは B をお選びいただいた方、お疲れ様でした。今回の動画が少しでもお役に立てれば幸いです。まあ、今回ですね、全体に向けたリーディングとなっておりましたが、もしね何か特定の方とのお悩みであったり、まあ、あとはねなかなか人には相談しにくいこととかもあると思います。まあ、そういった方に向けて現在個人鑑定を行っておりますので、もし興味のある方はこの動画の下の概要欄をご覧いただけますと幸いです。はい、それでは今回ですね、最後までご視聴いただきありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。それではですね、最後にこちらの小熊座のカードですね、もしくは C をお選びいただいた方のカードをリーディングしていきます。では早速ですね、カードのオープンからしていきます。はい、今回はあの人のあなたに会いたい気持ちは今どれくらいなのかということでね、あなたが気になっているお相手の方は今あなたにどれぐらい会いたがっていらっしゃるのかっていうのを表すテーマになっておりますので、そのお気持ちのね度合いを見ていきたいと思います。
はい、今回ですね、そのお相手の方のあなたに会いたい気持ちはどれぐらいなのかということで、それをねちょっと5段階評価で表していきたいと思います。まず、ね、一番低いところから言いますと、あなたにはもう絶対会いたくないと思っているところ、これが一番低い評価になります。でその次がですね、まだあなたには会う気持ちには慣れていないということですね。これが2段階目。そして3段階目は、まあ、会っても会わなくても今どちらでもいいという状況ですね。で4段階目、こちらはあなたに会いたいという気持ちがある、まあ、ここはねあなたに会いたがっているというふうに言えるのかなと思います。そして一番高い評価としては、めちゃくちゃあなたに会いたがっているということで、この5段階評価で今どれぐらいなのかっていうのを見ていきます。はい、でですね、カードといたしましても、上のカードがそのあなたに会いたい気持ちが今どれくらいなのかっていうのを表しています。そして下のカードは実際にあなたに会いに来てくれるのかどうかっていうのを表していますので、早速ですね出たカードを見させていただきます。はい、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 ではですね早速リーディングをしていきたいと思います。まずはじめにですね、今回出た結果をね見させていただいたところで言うと、そうですね、先ほどの5段階評価で言いますと、まあ、今回の結果を見るにですけれども、今のところは下から2番目、まだ会う気持ちには慣れていないのかなというふうに思います。これを聞くとですね、まあ何でしょう、こうじゃあもう私とは会いたくないのかなと、僕とは会いたくないのかなというふうにね、まあちょっとその、まあ後ろ向きにね捉えてしまう方もいらっしゃるかもしれないですけれども、決してね、こう、拒絶という意味でね、あなたに会う気になれていないというわけではなくて、うん、なんでしょう、こう、なんでしょうね、こう、本当にこう、願いが叶うならばね、あなたに会いたいんだけれども、まだそのあなたに会うということを現実的にね、イメージできないような状況にいらっしゃるので、まだその会いたいという気持ちに関してはちょっと低めになっているのかなと思います。ただね、その会えていない状況ではあるものの、あなたとのそのつながりっていうものに関しては続いているというふうにはね、感じていらっしゃいますので、うん。まあ、その状況を乗り越えればね、そのまたあなたに会いたいという気持ちを、まあ、すごくこう持ってくれるようになるのかなと。だから状況が変わればあなたに会いたいという気持ちはここからますますこう伸びていく。だから伸びしろはかなりあるのかなとは思います。うん。なのでね、決してその評価としてはまあ低いかもしれないですけれども、そこまでね、ネガティブな結果ではないのかなとは思います。うん。まあ、このあたりそれぞれのねカードを見ながらお伝えしていきたいと思います。まずですね、上のカードを見ていきます。こちらはお相手の方のね、あなたに会いたいという気持ちが今どれくらいなのかということなんですけれども、まだね、会う気には慣れていないということでね、まあ、それぐらいちょっとこうお相手の方としては、まあ、恋愛のことをね考えられない、まあ、やっぱ恋愛どころではない状況に今いらっしゃるのかなとも思います。まずはこちらのカードから見ていくんですが、はい、このカードですね、ワンドの7というカードの逆位置になっています。まあ、本来このカードはですね、大事なものを守るために戦うというね、意味のカードになっておりまして、自分の手にしたいもの、守りたいもの、望みのものを得るために必死に戦うという意味のカードになります。ですのでね、まあ、一人で、あったとしても多くの敵と戦っている、まあ多くの問題ということをね表したりもしますけれども、必死に戦っているということですね。だからこれはまあ数的には不利だけれども、状況としては別に不利ではないということなんですね。けれどもこれ逆位置になりますと、かなり不利な状況になっているわけですね。だからあなたとの関係を続けていくにあたって、かなり不利な状況を表すカードになりますね。持つメッセージとしても、今もがけばもがくほど、まあ、事態が悪化してしまうというね意味のカードになってですね、今あなたに会いに行こうとすればするほどね、例えば2人の関係が悪くなってしまったり、お相手の方の身の回りの状況がものすごく悪くなって、それこそもうあなたに会えない時期がずっとこう続いてしまうような、そういった事態にもなりかねないっていう事態に今いらっしゃるわけなんですね。だからむしろ今は動かない方がまだマシだというぐらいの状態なんですね。うん、だから本当は会いに行きたいんだけれども、まあ会いに行かないという選択を取っていらっしゃるわけですね。それはこの先にもう一度あなたと会えるようになる可能性を信じて、今は動かないという選択を取っていらっしゃるわけですね。うん、なぜならばもがこうとすると
ね、あなたに会いに行こうとするとより事態が悪化してしまうから、だったらば動かない方がまだ悪化せずに済むので、今はおとなしくしておこうというふうに思っていらっしゃるわけですね。で、おとなしくしている中であなたに会いたいという気持ちを持ってしまうと、どうしてもね動きたくなってくるわけですね。で、動くと事態が悪化するから、その会いたいという気持ちを持たないように今していらっしゃるということから、まだ会う気持ちには慣れていないのかなということですね、うん。で、次このカードを見ていきますが、こちらはですねカルマ、まあ、宿命というねカードになっております。まあ、この宿命というのは、まあ、苦難をね乗り越えた後に訪れる幸運というね、ことを表すカードなんですが、まあ、ここにですね、まあ、苦しい、まあ、苦難を乗り越えた人たちが、まあ、喜び合っているわけですね、うん。だからその今のもがけばもがくほど事態が悪化する苦しい状況を乗り越えてからじゃないと、あなたに会うという気持ちを、まあ、持てないというかね、現実的にあなたに会うイメージが持てないので、そこまではその会うという気持ちを抑えていこうというふうに今過ごしていらっしゃるわけですね。だからこの苦しい状況を乗り越えた後に、じゃあいついつあなたとはこう会えるなっていう、まあ、その計画とかも立てられるのでね、その時にはまあ、 あなたに連絡を入れられたり、実際にこの日空いてるみたいなね、こう会いに行こうとしてくれる、そのアクションとかアプローチをね起こしてくれると思うんですが、それを乗り越えるまではちょっとこう現実的にまだあなたに会えるイメージが持てないから気持ちを抑えているという状況ですね、うん。そして次このカードを見ていきますが、こちらはですね、ソードの7というねカードになります。まあ、このカードが持っている意味としては、まあ、誘惑に負けるとかですね、危ない行為に手を出すという意味のカードになります。すなわちお相手の方の中で今あなたに会いに行こうとするというのは、まあ、ちょっとそれは誘惑に負けてしまうことだと、誘惑に負けてそういったねこう会いたいという気持ちをもとに行動してしまうと事態の悪化を招いてしまうと、うん。だから誘惑には負けてはいけないということで、会いたいという気持ちは今は持たないようにしようとね、あとは危ない行為に手を出すということは、今あなたに会いに行くということは、ね、自分にとってもそして2人の関係にとってもちょっとこう危険だというふうに感じていらっしゃるので、これもまだ会いに行かない方がいいんじゃないかというふうに思っているという気持ちを表します、うん。ですのでもう本当にもうあなたとの縁を切りたい、もう関わりたくないという意味で会う気には慣れていないとはまた別でね、うん、会いに行こうとすると二人にとって良くないから今は会わないようにしていらっしゃる、会いたいという気持ちも手放していらっしゃるという状態ですね、うん、はい。で最後このカードを見ていきますが、こちらのカードはパートナーシップというねカードになります。まあその通りの意味ですね、パートナーであるとか、まあ、パートナーシップ、だからあなたとのパートナーシップは忘れていないということで、まあ、あなたとはまあこのパートナー同士であるということは、まあ、お相手の方としては忘れていないということですね。あなたとのつながりは今も感じているということですね、うん。だからこそまた会いたくはなるんだとは思うんですけれども、今ねその会いに行こうとするとあなたとのそのつながりすらも断ち切ってしまうというかね、こう崩壊させてしまう、うん、パートナーシップが崩れてしまう可能性があるから、それはやっぱりこう崩したくない、壊したくないっていうことで、本当は会いに行きたいんだけれども今は会いに行かないという選択を取っていらっしゃるということですね、うん、はい。なので、まあ、決してねこの評価としては低いけれども、まあ、そのネガティブな気持ちで会う気には慣れていないっていうわけではないということですね、はい。で実際にあなたに会いに来てくれるようになるのかどうかっていうことなんですけれども、下のカードを見ていきたいと思います。まあ、こちらはねやはりこの先ほどのカルマというカードでもお伝えした通り、まあ、この苦難をね乗り越えた後にしっかりとねあなたには会いに行こうというふうに思っていらっしゃるのかなと思います。まずはこちらのカード見ていきますが、はい、こちらのカードはですね、ウィズドムっていうね、カードになっているんですけれども、まあ、このカードはね、ちょっと絵を見ていただいた方がメッセージが伝わりやすいんですけれども、これ深海ですね。だから海の深いところを潜っている、ね様子が描かれています。で、これは水面下でね、物事が実は動いているんだよっていうことを伝えてくれているカードになります。だから、あなたが今ね、目にしているものであったり感じ取っているもの以上に、実はあなたの感じ取れていないところ、目に見えていないところで物事っていうのは良い方向に動いているんだよっていうことを表すカードになります。ですので
あなたの知らないところでお相手の方がいろいろこう手を回したり、それこそこの苦難を乗り越えるためにいろいろとね、懸命に努力をしていらっしゃったりしていて、実は少しずつね、事態は良くなってきているわけなんですね。あなたが感じている以上に。だから、そこまでこう心配する必要はないのかなと思いますし、ちょっとずつでもあなたのもとにこう迎えるようにね、お相手の方は全力を尽くしていらっしゃるのかなと思います。そして、もう一つこのカードですね。このカードはドリームカミングトゥルーというねカードになっておりますが、これは夢を実現するという意味のカードで、あなたのねこの望んでいるものであったり、2人が叶えたい夢とか目標ですね、それを必ず実現させるんだっていうふうに思っていらっしゃるわけですね。だからあなたの気持ちを受けて、あなたがこういうことを望んでいるだろうなっていうふうに、お相手の方が感じ取ったもの、それをねちゃんと叶えてあなたを喜ばせてあげたいとかね、自分自身もあなたとの関係でこういう風になりたい、その夢であったり願いをねしっかりと叶えて、よりねこう理想的なパートナーになっていこうと、いう風には思っていらっしゃるので、実際ねここを乗り越えたら、このもがけばもがくほど事態が悪化するね状況が終わりを迎えればね、しっかりと会いに来てくれるだけじゃなくてね、それこそ2人の関係をこう進めていくアクションとかも起こしてくれるようにはなるんじゃないかなと思います。で次こちらのカードを見ていきます。このカードは山嵐のスピリットのカードになります。でこのカードは初心に帰りましょうというね、意味のカードになっています。タイムフォービギナーマインドというねカードになっているんですけれども、初心に帰るということでね、あなたとの過去を振り返ったりですね、あなたと出会った時にはどんなね感情だったのかなというね、初心に帰るというかね、初心を取り戻すことでね、新たな発見であったり、大切なね、気持ちにもう一度こう気づこうと思っていらっしゃるわけですね。なかなか今は会えない状況だけれども、その中であなたとのこの楽しかった時、すごくこうね、幸せを感じていた出来事とかをこう思い出しながら、自分は本当にやっぱりあなたのことが好きなんだなっていうね、そのあなたとの関係を続けていく上でね、大切な感情、気持ちいいですね、思いやり優しさとかを思い、何でしょう、もう一度ねこう取り戻していらっしゃるということですね。だから再び会えるようになった時というのはすごくこう、優しさにあふれるね、姿であなたと会ってくださるんじゃないかなと思います。会った瞬間になんかこうそっけなくなるんじゃなくてね、むしろあれこんなに優しい人だったっけなっていうぐらいですね、嬉しい変化みたいなものがね、あなたにとってもこう感じられるようにはなるんじゃないかなとは思います。でですね、最後こちらのカードを見ていきます。このカードはですね、Talk about your feelings というね、カードになります。自分の気持ちを話しましょうということなんですけれども、ここにね、ユニコーンと猫がいて、お互いにこう顔を合わせ合いながらですね、お話をしている姿がありますけれども、実際にねこれはお相手の方があなたのもとにこう会いに来てくれて、今までねこの会えない状況がこう続いていた時のことであったり、お互いがね今どういうふうに思っているのかとかね、いろいろこうお話をしたいと思っていらっしゃるわけですね。自分のその、思っていることも話したいし、あなたがどういうふうに思っているのかっていうのもこう聞きたいというふうにね、だからいろんな話をしたいと、こう積もり積もった話をしたいと思っていらっしゃるわけですね。それはこの今会えていない状況が、あるからこそね、いっぱいこう話したいこととか、伝えそびれたこととかね、いろいろあなたに対して見せていきたい、伝えていきたい思いもあるんだと思います。だから、そのあなたにね、会いたいというね、会う目的もねやっぱりあるのかなと思いますので、実際にねその苦しい状況を抜け出した後にはね、あなたの元に会いに来てはくれるんじゃないかなと思います。
なのでね、まあ、ちょっとこうお相手の方としては今は、リスクを冒してまであなたと会いに行くっていうのは、ね、2人の今後の可能性を潰してしまいかねないので、その選択はやっぱり取りたくないと。あくまでもこれから先もね、あなたとはパートナーでいたいっていうのが、まあ、第一優先にあるので、じゃあその関係を守るために今、ね、こう自分の中での気持ちを、まあ、押し殺してといいますかね、抑えて、なんとかこう感情をコントロールしていらっしゃるのかなと思いますので、うん、なのでね、まあ、逆に言うとその今あなたがお相手の方のもとに会いに行くというのもね、よりこう事態を悪化させかねないっていうのがありますので、そこもねちょっとこう、あなたとしては会いに行きたいかもしれないですけれども、逆にね2人の、関係を引き離してしまうような事態になりかねないので、そこまでのねちょっとこう危険を冒すっていうのはあまり良くはないのかなと思います。後にねちょっとこう後悔をするような結果にもなりかねないのでね、そこはちょっとこうグッとこらえて、ですね、しっかりとこう会えるような状況になってからお互いのことをいろいろ伝え合った方がよりねこう愛は深まっていくんじゃないかなというふうに思います。はいはい、ということで、最後ですねこちら、はい、こぐま座のカードですね、もしくは C をお選びいただいた方お疲れ様でした。今回の動画が少しでも お役に立てれば幸いです。まあ、今回ですね、全体に向けたリーディングとなっておりましたが、もしね何か特定の方とのお悩みであったり、あとはねなかなか人には相談しにくいこととかもあると思います。まあ、そういった方に向けて現在個人鑑定を行っておりますので、もし興味のある方はこの動画の下の概要欄をご覧いただけますと幸いです。幸いです。はい、それでは今回ですね最後までご視聴いただきありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。